ドイツブンデスリーガ第16節のブレーメン、アウクスブルク戦が現地時間16日に行われる、節の試合で、ベンチ外となった、ブレーメンの本代表 FW、大迫勇成が復帰を果たすかどうかは、確定な状況だ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、世中。低調なパフォーマンスが続いて、批判の像となっていた大迫は、9日に行われた、ブンデリーガ第15節のレバークーゼン戦で、ベンチに入らず。現地メディアでは、冬の移籍の可能性高まったとの見方も伝えられたが、フロリア・コーフェルト監督は、大迫を擁護し、本人と意の上での休養だったと説明している。練習、自信を取り戻して、どこかの時点でまた面入りの候補になれるだろう。1週間後か、2週間か、3週間後かもしれないと指揮官は、大迫のまたの見通しについてコメントしていた。1週間で単復帰を果たすかどうかについて、コーフェと監督は14日木曜日の時点では明言せず、金曜まで決めることはない。チームと、優也にとって利益になるようにすると、同監督のコメンを地元紙、ベーザークーリアは伝えてる。同紙は、今週の練習での大迫の様子についリラックスしてよく笑っていた、落ち込んでるようには見えなかったと報道。アウクスブルク戦での先発復帰はないとしても、メンバー、リの可能性はあるのではないかと予想してる。一方でブレーメンは、今季チーム最多の4得を挙げている FW。ニクラス・フュルクルクが近日の練習中に負傷したことを発表。アウクス・ルクセンは欠場が確定している。両。